はい、アリオのパグさんです。はい、前回はですね、パグさん目が覚めたらアリオになっていたんですけれども、アリオにもかかわらずですね、みんな攻撃しまくってですね、ぴょんぴょん飛ばされていたんですよね。それをですね、217名物のですね、パグサッカーという名前まで付けられてしまいましてですね、アリオをね、何だと思ってるんだという話ですよね。本当にね、けしからんですよね。それでですね、今回はですね、新しい形のですね、パグサッカーが繰り広げられます。それではね、その217が生み出したですね、アリオをパグさんで、遊ぶですね、パグサッカー、新しいですね、時代の幕開けかもしれません。その、新しいパグサッカーをお送りしたいと思います。はい、ANA のサザビーさんがですね、悪乗りしてますね。アリオってキックしたらどうなるんだろう。やってみーって言ってますね。野良アリオになるでって言ってます。大体ね、アリオをアライアンスから駆逐するなんてありえない。え、ほんまにやんの？はい、ノラリオができました。 もう場所わかんねえって言ってますね。締め出される王を初めて見たって言ってますね。 パグも初めて見ました。 前代未聞だわって言ってますね。いや、もうこうなったらね、このチクタンさんの AR3 っていうアライアンスに行きましょう。はい、申請したんでね、チクタン、受け入れ申請来てるよって言っておきましょう。 はい、 AR3 に入りました。来たーって言ってますね。これでね、まあ、不用意にアリオをですね、アライアンスから蹴り出した ANA はですね、貴重なアリオをですね、失うことになりました。バカめ。チクタンさん、新しい飼い主になりました。って言ってますね。めっちゃしっくりくるやんけって言ってますね。からの駆逐タン。なんかチクタンさんに駆逐するようになんか振ってますね。何を言ってるんですかね。そんなもんね、アリオですよ。アリオをアライアンスから蹴り出すなんてありえや。駆逐すんのかい。チクタン勘弁してよって言ってますね。誰か拾ってくれって言ってますね。もう捨て犬ですね、完全にね。誰も拾わんやろって言ってますね。失礼な偽パグ。はい、じゃあもう AR3 も蹴り出されたということでですね、パグさん PG3 というアライアンスを、自分で立ち上げましょう。はい、偽パグが言ってますね。やると思った。 悪ふざけしすぎて寂しくなるやつ、自分で作った。 全然思考読まれてました。はい、ちょっと寂しいんでね、 AR3 からまた招待来てたんで招待を受けます。あ、ANA からも招待来てますね。まだ帰らへん。アリオのね、パグを蹴った罪をですね、償ってもらいましょうか。はい、招待来てたんでね、 AR3 にもう一度戻りました。はい、パグさんが入ってね、 AR3 が今11位まで上がったので喜んでます。 ちょっと待って、パグさんお散歩の時間よって。ちょっと待って、また駆逐する気や。もう慣れました。もしかしてこれが217名物パグサッカー？はい、今なら落ちてるアリオが拾えます。はい、やっぱり招待来てますね。みんなね、アリオが欲しいんですよ。え、 AST 公認アンチのアライアンスや。おもろいから行こう。はい、 AST に入りゃ。秒で駆逐された。パグさん数えました。 AST 在籍、記録7秒でございます。なんなん公認アンチ、ほんま。蟻塚宣言見てください。お前の席ねえですって書いてあります。あれ、もう一回来てますね。アライアンス招待 AST。あ、入れました。今度は駆逐されなさそうっすね。あ、ミスったみたいですね。ミスって招待ってどうなんやねん。よしよしよし、これでね、公認アンチに攻撃されずに済みます。
R2 はよって言ってますね。アリオが R1 とかおかしいやろって言ってますね。チクタンさん笑ってます。ニセパグナに R2 もおかしいやろって言ってますね。確かに R2 のアリオってあんま見たことないな。ん？あ、見てなかったって。あ、今からね R2 にあげてくれるみたいですね。今あげるわってほら言ってくれてます。よしよし、じゃあこれでねちょっと、AST にねちょっとの間ね。あ、一瞬期待したやんけ。ほんで攻撃されてるやんけ。意味わからんもん、ほんま。MOB さんでも盛り上がってますね。モブミンさん、呼ばれてた王様楽しそうで何よりって。ん、どこが楽しそうや？楽しそうに見える？楽しいけど。MOB さんのね、アラチャでもパグの話で盛り上がってるみたいです。嬉しいね。正体早くれ。次はね、MOB に行きましょう。どうやら MOB の名手と R4 の方々は招待してませんね。マジか。嫌われてる。はい、公認アンチがね、捨てられててくさーって言ってますね。なんだと。今はもう別の話になってます。ちょっと待って、ひどくね。はぁ、もういいや。ANA 帰ろう。もう、お家帰ります。お家に帰ります。はぁ、ひどい目にあった。本当に。パグさん。うまいこと言わんだよね。はい、じゃあね、飛ばされ倒したんで、元の場所にね、戻ろうと思います。この辺かな。こっちこっち。あれ？ちょっと待って、愉快犯がパグさんの場所取ってる。ちょっとひどいんでね、戦域チャットにさらしておきましょう。あ、公認アンチが助けに来てくれた。公認アンチがね、愉快犯攻撃してくれたんで、その後をパグが攻撃して飛ばします。イエーイ、飛ばした。ざまあ。それでね、この場所にパグが戻りたいと思います。はい、公認アンチに場所を取られました。はい、アリオパグさん、おとなしくしようと思います。はい、それではね、最後にアリオのお仕事の一部をお見せしたいと思います。この画面のですね、この戦闘箇所ですかね、ここに3種類のまあパックというものがあって、このパックをね、人を選んでですね配ることができます。こうやってね、一回一回人を検索してですね、対象となるパックを、授与していくという作業があります。大変だよこれだけでも。だってさ、3種類がそれぞれね、5人、10人、20人、合計35人にパックを配れるんですけど、35人手動で毎週パッグを配る。え？大変じゃね？毎週アリオをやってる方、素晴らしいと思います。もちろんね、職位の任命もありますし、それにですね、まあ、アリオバフってもありますよね。あれも発動させなきゃいけない。というか、まあ、発動させるかどうかから決めなきゃいけないっていうんで、アリオっていうのはね、思ってるより結構大変ですね。毎週やってる方、本当にすごいと思います。尊敬します。おかげさまで2000人達成しました。何でも気軽にコメント高評価お待ちしています。とっても励みになっています。最後まで見てくれて本当にありがとう。